ということで続きもしてちょっとまたこれ電車電車質問以上ちょっと電車なんだよでこれあのいつも視聴してくださる方は、うん、競争の部屋番外編から質問コーナーにポンポンって変わってるのが分かると思うんですいや分からないよ編集うまいもん編集うまいって自分で言いました編集うまいよはい質問ですと、松本さん、アイアンについて質問させていただきます、はい外国ブランドのアイアンと国産メーカーのアイアンを比べて個体差が大きいのは外国ブランドのアイアンの方があると聞きますがどうなんでしょうか、例えば重さを揃えるために多く鉛を入れているのがあるみたいですね、クラフトマンの小暮さん教えてください、評判が良いメーカーはどこですか、ちなみに私は道具だけはジャンボさんが使っているものを追っかけています、今はキャロウェイでウェッジはマスターゴルフです、周りにはジャン吉と言われていますということですなんか久々にそういうのは珍しいね、うん、外ブラ外国ブランドと国産メーカー、メーカーのアイアン比べて個体差が大きいのは、外ブラって聞きますけどどうなんですかこれね質問の答えは僕がジャンボ亭でいじらせてもらってる例えばアカデミー生、まあ、ジャンボさんキャラでアカデミー生あとちょこちょこ練習来るだからプロゴルファーのクラブのメーカーはだから簡単に言えます少ないんですよ僕実はいじってるメーカーキャラでしょテーラーでしょで自分がタイトでしょ水野、うん、ブリヂストンアキラは五条にいじってるリシャフトとかあんまだから、ね、それはね作ってきてるからリシャフトあのアイアンセットは、にだからねその個体差とかそういういじりにくさとか全くないです、ね、もうあの今メーカーも考えてるっていうかみんな大丈夫です重さを揃えるためにも鉛多く入れてるとかっていうのはもう今はあんまり少ないってことほんとね あの鉛入れてたとしても別に取ればいいだけの話ですしその取れば大丈夫だしあのなんていうのどのメーカーもメーカーの悪口はお前言わねえもんなだって大丈夫だもんだっていじれるもんいじれる範囲であもう無理これ無理ですっていう重さのはないです、はい、今んとこねそうだから重すぎだからダメなのは重すぎってことなんで重すぎるヘッドないはないってことねないですだから、まあ、全部いじれますよいじれる対応できる範囲のものがですみんな両方ともね国内だろうがあの外国のだろうがう、はい、今は大丈夫ってことあそうかあとだからピンねうん、ブリヂストン許容範囲があると、うん、なんでも大丈夫かなと、うん、っていうことでいいかないいですよね今の答えで、うんうん、はい、続きまして、156番旦那ヒラームさんお、めんどくさい質問意見を聞かせてくださいめんどくさいって言われちゃうと私はスコア80切りを目指して練習をしている築地ゴルファーです、はい、しかしながら18ホールのうち必ず3ホールぐらいダブルボギーやトリプルボギーを叩いてしまいます、その原因はダフリの引っ掛けフックや OB、行ったり来たりのパターンになります、そこで、これまでトップで、左手首を背屈していたのを小屈に変えてスイングを作ろうと考えています、トップでの背屈と小屈について宮下様と小暮様の意見を聞かせてください前提条件として私は生まれつき左利きで小さな頃に習字を習って右手を使えるようにしましたゴルフでは左手が強く右手はほとんど使っておりませんまた野球やゴルフは右打ちで卓球やテニスは左打ちとちょっとおかしな形ですよろしくお願いします嫁平野さんもご満におめでとうと申しておりますということで間ね小屈背屈、うん、まあ小屈背屈もなんか YouTube から出てきた言葉だけどね大体、うん、昔はさ手首の角度変えちゃダメだって言われてんだから
だからちょっと本当にこれ本当聞いてくれてるんですかね。あの手首の角度を変えるってことはフェイス面の角度が変わるってことだからね。それみんな分かってんのかな。いや、あの大丈夫です。2500再生だから言ってズボンって言ってください。これバックライン分かるから。例えばね、まあ、今俺こういうグリップなんだけど、いや、そんな綺麗じゃない。お前、すねの骨折るぞ。こうやってもあれなんだけど、この状態でフェイスまっすぐにするよね、はい、この状態で背屈、あの、背屈って言ったらこっちがこうなれるのが、のが背屈、はい、折れるのがね、はい、で、これが小屈、はい、この小屈した時のフェイス面見て、こう、普通はこうよ。手首の角度をこうやって変えるだけでこれだけ変わっちゃうのよ。これ、この変わりを自分で体でコントロールできるんだったらやってくださいな、俺からすると。だからバンカーショットの時は俺はどちらかというとこういう動きが強い人だから。いやいや、こっちでしょ、どちらかって言ったら。違う違う、こういう動きが強いの。だからシャッターフェイス強いの。まあいいや、早い。だけどバンカーショットでこれ、あの、この動きやっちゃうと出ないのよ、深すぎて。だから意識的に背屈のイメージにする。そうするとオープンに構えられる。だからこの角度が変わるイコールフェイス面はとんでもなく変わるっていうのをまず理解した上で、そのフェイス面をコントロールできる、体の動きができるんだったらやってください。俺からするとね。ここでもここで作る知らないですよ。右手でしょよ、右手が面だって。そんなの右手がさ、ちょっと角度つけたらこうなるし、緩めたらこうなるし、まあ、で結局一緒なんだけど、ね、一緒一緒。あのここの意識でゴルフはだから僕はしてないです。左手でだって、あのこのちょっとでどんだけ違うんだ。今見したけどね、うん、で、ちなみに一個付け加えると、バンカーだけはフックです、コーイングです、うん、あのバンカーショットって、あの14本の中で唯一ボールにコンタクトしないから、砂にコンタクトするものは面使わないから、これをこう入れる、オープンにするってことね。そうそうそう、だから作り直してるって言ってんだけど、ちょっと怖いよね。あの左手のこの面っていうのは構えた時にやれば分かるんですよ。こうやってくださいって話。そうだから、もう基本のこれが変わってないの、変わらないのがやっぱ一番コントロールができると思いますから。だってゴルフってコントロールじゃないですか。でショットに関しては、うん、このね、オープン、あの背屈の方のオープンよりもシャットの方がいいって言われてるのは、うん、ダウンで、あの面がボールに向かいやすくなるからシャットの方がいいって言われてるわけ。だからそれが開いてオープンのまま降りてきたら球捕まらないし、強い球が打てないから、あのショットの場合ね、ショットの場合オープンはあまり好ましくないって言われてるんだけど、ただパワーヒッターがあまりにもシャッターフェースが強くなりすぎると球が強くなりすぎちゃうから、その辺はやっぱプロたちな、プロたちはやっぱ自分の打ちたい球と相談しながらスイングして作ってるってことね。そう、プロゴルファーはまた、あのもうそれは別、あの、うん、このプロゴルファーやってるんだから、あのプロゴルファーのスイングを真似れないと思うんですよね、本来なら。もう真似しちゃダメよ。なんですよね。だからアマチュア、アマチュアのレベルのそのスイングスピードのどのくらいの、なんて言えばいいのかな。だってローリー・マキロイ真似して全然なってないですもんね。なるわけねえじゃん。だから昔から言ってんじゃん。俺はローリー・マキロイの打った後の右プッシュした時のこういう真似をするって言っただけの話で、スイングを真似しようとは一切思わない。もう、あの要は打った後にさ、あっっていうここを真似してるだけの話。いいいい、真似しなくていいですよ。じゃあ打つ前のカモン・ローリーってあれなの。いや、だから打つ前じゃん。あ、まあね、スイングをマキロイと同じにしたいって思ったことすらないから。できるわけないじゃん。じゃあなんでゴルフ行く前にカモン・ローリーって見ていくんですか。それはだからリズムのイメージじゃん。あ、まあ、ツンツンツンのイメージじゃん。で、パンって振って、あ、右プッシュアウトした時の右肩を起こしてるイメージじゃん。で、こうやってやってるイメージじゃん。そのイメージをつけてるだけの話であって、スイングをああしようとは俺は一切思ってないから。だから、まあこの旦那平野さんの、まあいろいろ雑誌にも小屈があってね、あのコリン・モリカワ選手とか、みんなやっぱダウンの時にこうなってるから、ジョン・ラムだっちゃう、ジョン・ラムだとか、あのダスティン・ジョンソンとかね、だからそれがいいんじゃないかっていう
ことなんだけど、やっぱりね、人間って人それぞれ適正な体の動きってあるから、やっぱり多分下手して無理にやったら手痛めるし、そしたら痛めたらゴルフどころじゃなくなっちゃうと思う。生活できないですよ、あの手首痛めたら。茶碗持てないんだもん、ここ痛めたら。だからそこの意識はあんまりも持たなくていいと思いますってことでいいかな。俺はあんまりおすすめしないな、小屈とか背屈とかっていうのは。俺ね、自分で今想像したんですよ。モシャラフこうやって入れたら終わる。いや終わると思う。お前ぐらいウィーク握ってる人間は特に終わると思う。もう無理だと思う。しかもその細さは絶対終わる。俺ぐらい太さがあったらまだね、ガーンっていくからね、うん、まあ確かに、その今ね、これは真面目に喋ってて、俺あのモシャラフだったらむしろフックにしてオープンにしてカーンって入れるから、あのこれはラフの仕方です、言っております。それあのこの間マミと2人で打ってる時にその話はした。あのね、フェアウェイど真ん中とラフの打ち方違いますから、これは言ってみます、うん、ということで、あのやるのは自由だけど、やっぱ怪我とかねして、あの何背屈が小屈が今のスイングのメインだよって考えないで、あれはあくまでプロが長年やってきた、あのそのプロ自身が持ってるスイングであって、無理やり小屈にしよう背屈にしようっていう動きをでやってきたわけではないので、おすすめはしないです。ただあのね、いろいろやってみたいっていうんであれば、それもゴルフの楽しさだから、まあ、やっても構わないけど、基本的には そういうところで球をつ、あの小屈だ背屈だはうちではやってないもんね、はい、要はシャットに下ろしてこいとかそういうことはやるけど、小屈しろとか背屈しろっていうのは一切言わないからね。ということでいいかな。ちょっと熱くなっちゃったね。それ質問の答えになってるんですか、うん、だからどう思いますか、ご意見だから。あ、そうか、おすすめしませんってやつね。だからでもやれ、いや勝手になっちゃうんだったらいいよ、まあ、意識しないで勝手にもうそうなっちゃってるんだったら別にいいけど、はい、だからそのフェイス、さっきのね一番最初にやった、やっぱりこの角度が変わるってことはフェイス面がどんだけ動くのっていうのをまず理解してもらえれば、まあ、できるだけ動かさずに、いやミニクラブうちがやるのと一緒じゃん。この角度とこの角度とこの角度はできるだけ変えずに打つのが理想ですよってことですね、基本で、基本ということでいいかな。ちょっとこれ2問で大丈夫、15分ぐらいいっちゃった。あー13分だね。前のさ、うん、1問に対してさ1つの動画ってもうあれはねダメですか。でもねやっぱりその逆効果でしたね。でも本来平均的に YouTube が視聴してもらえる、はい、長さってあるのよ。それは大体、8分から12分なの、はい、平均的に見られやすいっていうのが、はい、うちは大体20分とかさ長いの作るじゃんっていうのは、だから 見れないっていう人もいるんだけど、はい、だこの間みたいに7分から10分ぐらいの動画作ったってやっぱ見ないの、はい、ってことは長さ関係ねえわうちのチャンネルはと思ったよしということで、もう一個いっておこうかな、はい、結構これ下マッスル顔でかいですね。でかいでかい思ったより、うん、何なんだこれ。ヘルウルフさん、質問です。毎日暑いですね。お二人の、爽やかなやり取りが、一服の清涼感です。ちょっと爽やかっすよこのやり取り。爽やかなんじゃない。俺爽やかだからお前みたいにさ、もうもうさあいさ、そのさ汚いタンクトップかなんか知らないさじゃなくて、俺ちゃんとしたいつもゴルフウェアじゃない。まあいいんだそれ。自分の使っているドライバーのヘッド 186g、ヘッド186、はい、でカチャカチャスリーブ除く、純正の S シャフト 63g、 グリップ37で総重量286、長さ46インチとなってます。軽く長くという感じです。一切触らず吊るしで買ったままのスペックですが、昨年発売のモデルでヘッドは結構ロースピンです。
グリップがとても軽量のため試しに 50g に付け替えてみたところ、バランスが D2.5 から C9 に変化し、総重量が300になりました。一般的にはカウンターバランスになってヘッドが軽く感じると言われるでしょうが、自分には逆に重く感じて、もったりした感じになってとても振りにくく感じます。手元が重くなって安定するのかと思いきや、とても振りにくくなってしまいました。やっぱり純正でついている 37g のグリップをいきなり50に変えるというのは、数字上のバランス以上にクラブのトータル性能を変えてしまうのでしょうか。お二人の意見を伺いたいです。よろしくお願いします。 37g から 50g、まあ、13g、 相当変わりますね。 13g は要はね、グリップのあれに鉛巻いて、13は変わりますね。だって5で変わるんだもん、5g で。いや1g で変わる。いや1g も分かんないから。いやだって俺絶対に50ないぐらいのグリップにしてくれって言うじゃん。いや それは分かりますよ、それは分かりますよ、バランスが全然変わっちゃうから。だから 50g と 52g のグリップはそれは変わりますよ。変わるよね、はい、それだけで変わるってことは、もう 13g 変わったらとんでもない、もうとんでもない違うクラブになっちゃうってことだよね。初めから 50g でやってほしかった。でも純正のままなんですもんね、まあ、純正のペランペランがいいって俺のさ、あったじゃん、あのロケットボールブレーズ、あれもそのままペランペラン、グリップグリップもね、あれもだから多分30何グラムだよね。どうしましょうか。13グラム手元もだからもう前のに慣れちゃってますからね、でも振りづらいっていうのはダメだよね、振りづらいってことは合ってないんですよね。やっぱ軽いグリップで差し直してもいいの、これ軽いグリップ売ってますからね。売ってるよね。売ってます。戻してもらえますか。だって振りづらいのやってたってダメでしょ、と思って。お前じゃすぐ帰るじゃん。お前の話に戻るけど。やっぱり合わないんだったら、やっぱ軽めのグリップに変えた方のが、そのクラブはそのまま使えますよって感じだよね。やっぱもうそう思っちゃってますもん。思ってる感じの変えて、ちゃんと分析しながら書いて、手元が重くなって安定するかと思いきや振りにくくなってしまいました。戻しましょう、まあ、これも勉強したってことで、まあ、これはスペックに関しては戻してくださいってことでいいよね。そうですね、でもそう考えると総重量宮下さんより軽いドライバーってことですよ、286だから。だから宮下さん、でも俺多分長くないと思う。まあ、全然総重量なんです、総重量。重量だから宮下さんのドライバーもあれ、グリップ俺の今のドライバーは300以上あるからね、310何グラムだからね。なんで、あれだジャムさんからもらったやつだ。そうか、手元重いんだ。そうだよ、手元が重いんじゃなくて、もともとシャフトがやっぱり俺の無双よりも重いから。あ、そうなんですか。そうだよ、ほう、あれがパカーンって振れるようになるのはやっぱもうちょっとしないと。306g かな。あ、そうなんですよ。で、ヘルウルフさんは、まあ、軽いグリップに変更してもう一回やってみてくださいってことですね。いいかな。よし、 OK。 やっぱ自分の好きなスペックにして、で、シーバラでも俺はいいと思うんで。だっていますよ、シーバラの人。いや、いるけど多分手元が安定すると思ってやったら振りづらいっていうことは俺と同じタイプだと思う。ヘッドの方に重さの感覚がないとパンって振れないんだと思う。そう、ヘルルさんだけじゃなくてその他の人にも。あ、他の人。そう。あ、それはだってジャンボさんなんかは別に C9 とかでも振れやすいって言うじゃん。でまたその人によって違いますけど、まあ、今回の話を聞くとやっぱり手前のグリップは軽い方がいいですねってことだね。はい、はい、以上です。